キロケトレーラー埋め込みタイムリュー。というわけでゆっくりボイスじゃ審査に通らないから、今回だけはこの声でやっていくぜ。ビーム NG ドライブ、遊び方が意味不明だから適当に事故って死ぬぞ。適当に事故って死ぬぞ。開幕事故 RTA バックミサイル。踏み間違いじゃねえからな。助走距離の確保だからな。ああ跳ねる跳ねる。ネットのヤバいやつの論理みたいな跳躍っぷりだ。ラダーフレームがチラリ。その車の命のはしごは俺が外した。ウィー、崖からデスジャンプミサイル。ウィー。視聴者さんが見たがってるのはウィーとミサイルだと察した。というか失敗してんじゃねえか。さて俺がやりたいのは事故だ。開幕ダブルクラッシュと行こうぜ。成長フリーミサイル着手。おい、完全にフロントタイヤ歪んでるじゃねえか。お前はノーマスク派を子供に強制する親か。サスペンションが効かない。なぜ今俺の思う通りに動いてくれなかった。というかこのレース勝ち目ないやんと思ってたら敵が勝手に爆死するみたいだ。というか右クリックしながらじゃないとカメラが。交通事故の 70% くらいはこういう前方不注意で起こるんだぞ。自動運転否定派、息してるか。自動ブレーキはどうせ頼らないけど、車高下げるだけでクルーズコントロールの動作が狂うのぞ。そして事故を干渉するためにリスタートしたぞ。この流れ見たことあるんだが。ダメかと思ったら完走できてしまったぞ。満身創痍。もういいわ。くる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 。エンジンかけたまま道の駅に車中泊してる軽自動車のエアコンのコンプレッサーのオンオフのようなクールクル。ブボーってうなってうるさいやつな。そしてブレイブメンロード来たぜ。ただ渡り切っても面白くないから自殺ウェルカムダンスだ。ちなみにこの手の橋やトンネルは基本的に建設中に作業員が事故死している。長い直線の途中の横断歩道もそうだ。基本的に誰か引かれて死んでいる。心霊スポットなんてそこら中にあるんだぜ。ほんとくだらないよな。そしてサイドブレーキを引きながら目指すはサイドハグタックルだ。サイドハグタックル。そしてこのスローモーション、突然変顔とか規制を入れてくる YouTuber 並みにうざいから倍速だ。次はこのデコボコ道を突破すればいいようだな。車の鍵を閉めた後にスマホ忘れに気づいてもう一度アンロックする。その道中のような気分で走れ。北海道に着いてからレンタカー借りる用の免許証を忘れたことに気づけ。そういえば Twitter で見たんだが、来る観光客の質が悪いせいで沖縄が敬遠されてるらしいな。 GoTo キャンペーンで普段泊まれない高級宿に安く泊まった人が愚痴って炎上した話とかあったよな。懐かしい。コロナショックもウクライナ侵攻も元総理銃殺ももう過去の話さ。そういえばひろゆきがホリエモンとカルロスゴーンの逮捕で日本経済の目が詰まれたとか言ってたな。 BYD とかいうテスラとトヨタのいいとこ取りみたいな仲介 EV 出てきたし、そしてこの唐突な大砲発射である照準器もないから適当だ。外れ。どうしろと、こうなったら砲弾コロコロアンジャンドラム作戦だ。この微妙に当たるか当たらないか見づらい視点が腹立つ。自販機の3桁は9で揃うくじ引きみたいだな。そしてこいつ重いくせに跳ね上がる。せめて走行性能しょぼいファミリーカー程度には抑えろ。ツイッターで気づいたんですが、ルーミーオーナーってルーミーで誤差して、ルーミーをバカにするツイートに長文で言い返してるんですね。テスラみたいに、オーナーの方も SNS で嫌われる車になる気かよ。俺なんかプリウスを新車で買ったんだぞ。400万したんだぞ。電車アイコンに、声がキモいとか、プリウス乗るやつは脳に障害があるとかよくそこめ書かれてるんだぞ。人ってさ、自分のコンプレックスを基準に他人を見るんだよな。さ、言わなくても何が言われようとしてるか分かってしまう。車好きも撮り鉄も、一部の、っていう言葉好きだよな。正直俺は、鉄道やアイドルが趣味の人、本当にかわいそうだと思う。さっき言った通り俺も被害者ではあるが、世界では多様性だのポリコレだの言って、機関車トーマスに難民の黒人の女の子の機関車が出たそうだが。ちょっと待て、難民の黒人の女の子の機関車ってなんだよ。うわ、脇見してて岩に突っ込んじまった。まあその、日本には人種という概念はないが、その分趣味や所属集団から人が判断されがちかな。しれっとダブルアタックすんな。もうダメかと思ったら、なんかいけてしまったぞ。ボロボロで草。次はトラックで坂を駆け下りるミッションらしいが、これも勝手がわからんからとりあえず死ぬぞ。ダメだ、この視点では前が見えない。マスメディアのような切り口になってしまう。おっと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 。あれ、
これ道が右に曲がってる感じですか。駐車場がどうなってるかわからない施設に初見で行った時の予想と外れたやつや、道路条件次第じゃむっちゃ回り道しないといけないやつや、オレンジ線に立てられた右折進入を拒むポールで察しろ、そして南角リアだったわからの唐突にサスケみたいなの始まりやがった。将来を暗示するような下り定期。アメリカ東海岸をインドだと誤認した古代の探検家をバカにする。自分は先進国の国民だと誤認してる投資家地なし国家の住民のようだ。飛び越しちゃったぜ EV 投資、世界は日本より BYD を選ぶだろうぜ。私は BYD もテスラも買いませんけどね。テスラに乗ってる俺偉いと思ってる奴に見られる。 BYD 中華製だとバカにされる純粋なる非国民。ドキュンファミリーの子作り感覚で地獄を作るな。俺たち人間の悪いところだぞ。少子高齢化と悲観する中で、80過ぎたジジババが選挙に行けるほど健康だと思うか。その理論マジくさ。ネット投票の拒否よりも先に介護施設に出張投票所を建てる努力しろ。そういえばイギリスが EU 抜ける投票する日、道路が水没するレベルの雨降ってたよね。高橋亮介が過去の気象データを分析して、赤い Z33 の池田と勝負する日が高確率で霧になるのを予想したように、うまく選挙日を調整すれば何かがワンチャン。そういえば元総理銃殺の時も陰謀論説出たけど、結局違ったみたいだよな。さてさて、補助輪つけてダッシュだぜ。もう300キロ。さすがのドラッグレース。ういー、偶然バレルロール。おっとこれコースにとどまれるのでは、ここでサイドブレーキだ。お釣りというか振り返しを抑えるようにステアを操作。ゲームの仕様で強制スローになったけどまだ操作はできる。腕が鳴るぜ。なんて言ったけど、サイド引くタイミングと切り返し制御がうまかっただけで、止まるだけだったので倍速。キャー、怖い。雪道で滑った時、そう叫ぶだけのやつが事故る。あと K で高速に合流するとき、うなるエンジン音を怖いって言うやつの迷惑。合流で前のやつがチンタラ加速してたら、速度差つけてわざと追突しに行ってるわ。さて、これが最後の録画ファイルです。せっかくだしトレーラーにミサイル行って終わりましょう。直前で急ブレーキしてノーズダイブさ。ファイルミサイル。これが見たかったんだろう。以上だ。ご視聴ありがとうだぜ。30秒だけ余ったから、さなげグリーンロードの様子を流そうか。深夜だし流れが早いな。横転事故の名所だ。路面がうねってるからな。車も腕もしょぼいやつがちょくちょく事故ってる。深夜帯は無料開放。ノンストップ通過だぜ。結構飛ばしてるのに前のやつに追いつけない。何キロ出てるんだ。そしてここから流れは大きく変わる。下り勾配の急カーブ。下手くそは50守って走ってろ。すでに横転死亡は起きまくってるんだが、事故が増えるようなら40キロ制限かオービス増設もありえるよな。この橋の上の右カーブが一番の難所さ。乗り方わかってれば雨でも余裕だが、こういう横 G がかかった状態でガタンと段差越えるとき、レグのだからか一瞬だけグリップが消える感覚があるんですよね。私の走りじゃコンフォートタイヤは辛いのか。この先の長い下りで逮捕されるレベルの速度まで加速していくのでここで切るぜ。ご視聴ありがとうなんだぜ。全部ゆっくりボイスでいくかは審査結果を見つつ考えるぜ。